アイヌ、なんでゼイをホルムスに残らせた。アシュラで立派に戦った貴重な戦力だろう。グレブとの関わりに巻き込みたくないの。ゼイに私の過去を知られるのと、それを目の当たりにされるのは同じではないわ。そうだな。雪は降るのか。いいね。雪じゃないわ。これは灰よ。診断作戦で生み出されたもの。何十年も前に壊滅した都市の名残。そうか。俺は口を閉じておくよ。アイデン、見ろ。何？あの光は。あ、そうだ。間違いない。奴ら何を。いい。グレブを見つけてデールのことを聞く。その後レジスタンスに戻って状況を確認して。まだ住人がいるとは聞いてた。グレブもあの後バードスを見捨てたものと思っていたけど違ったよ。グレブだわ。慣れの果てだ。マスク。武器を下ろせ。ゴミン艦はリザレクション計画とファーストオーダーにとってもはや用済みとなった。子供を拉致するのがあなたの計画？救ったのだ。彼らは銀河史上最高の兵士となる栄誉を得た。元老院は決して許さないぞ。元老院もホズニアン星系も今頃宇宙の塵だ。まさかあの光は。綺麗だろう。共和国は時を無駄に過ごしてきた。だが我々は準備してきた。今日のために。わかるか。全てお前のために用意した。今日この日にこの場所で復讐を果たす。ここでお前は私から全てを奪った。部隊も家族も。私はこの復讐の時を長く待ってきた。まずは出る。そして次にお前の娘だ。やめてますか。そんな。ダメ。レジスタンスの情報を聞き出し、町を燃やせ。お前の愛した銀河は終わりだ。私の銀河で生きるがいい。ジナータセキュリティの関心はバードスと自らの安全よ。味方じゃないわ。この隙を利用しない手はないわ。行くわよ。
倒せ。邪魔がいるわね。片付けましょう。スキャン実行。通信中継機を見つけて市内の救難ビーコンを探す。頼んだわ。ディオ、町から救難ビーコンを探して。帰り敵の増援。また二つ。そうね、ゼイを見つけましょう。見ろ、古い ATRT だ。これは危険なウォーカーだ。足も速い。使えるぞ。俺は注目を浴びたくないから歩きに徹するけどな。銃火器だ。
すべて倒すわ、一人残らず。探し足りないだけだわ。脱出ポートを開ける前に周囲を確保しないとダメよ。明暗だ。全員に怪我をさせられないからな。相手は捨てられない。早くゼイを見つけるわよ。よし、脱出ポットをチェックする。ゼイはいないな。大丈夫、ゼイは賢くて強いわ。必ず見つかる。
もう一つ反応が。善意に違いない。あの子は生きてる。でも一人はビーコンを追って。そこにショックを。見つける方が先よ。近くにいるわ。あと少し。オフィサーを確認。脱出ポット、ゼイか。いえ、ベーコンは近くに。取り外して安全な場所に逃げたぞ。敵のスキャンも。しびれさせてやって。違うわ。ファーストオーダーが撤退してるなら戦術的撤退よ。ジナータの優勢は崩れる。気をつけろ、重火器だ。敵のスキャンを。奴ら重火器を持ってる。すぐに行ける。あたりに装備があるのも確認できた。装備を整えてあの子を迎えに行こう。シャトル、ストームトルーパーが来る。前方スキャン。グレムのウォーカーだ。
った後はそうするんでしょ。ゼイ、大丈夫？ゼイ、お父さんはもう。え？グレブじゃなかった。お父さんを殺したのはハスクよ。ハスクは生きてるの？ええ、でも逃がさない。スターデストロイヤーに乗り込んで決着をつけてやるわ。アイデン、ハスクを追いかけるの？急いで、逃げられるわ。ママ、ダメ。そんなことをしたってパパは帰らない。私が戦っていれば、レジスタンスに加わっていれば防げたかもしれない。ハスクは言ってた。ファーストオーダーはずっと準備してきたんだ。ママのせいなんかじゃない。それに今からだって帰られる。レジスタンスには手が必要だ。ファーストオーダーの真の恐ろしさが分かれば。レジスタンスにも勝機が。ええ、でも上に行かないと。シリブ、覚悟ができたか。ようこそレジスタンスへ。